はい、時刻は7時35分を回りました。FM ギノワンお聞きの皆さん、おはようございます。2月8日、モーニングエット、これから生放送でお届けいたします。ギノワン市キューナー、ギノワンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当私、黒島ゆりえがお送りいたします。さあ、もう結構賑わってますね。もう近々、グラミー賞がね、受賞式が、近づいてということで、2月の12日ですか、現地時間で言ったらね、日本人で、現地に行くのがジョン・カビラさんとか、あとはホラン千秋さんがね、中継で多分ワウワウとかでやるのかな。でこういう時にね、ワウワウとかね、なんかこうつながってたらいいんだけどなーとか思いながら、いつもこの時期になると、あーワウワウどうしようかなってなんかちょっとね迷っちゃうんですけれどもね。まあ知り合いに録画とかできる人がいるので、まあ録画お願いして今年も見ようかななんて思います。まあそんなグラミー賞の話題とかもまあ今日お話ししていきたいなと思うんですけれども、ということで今日のテーマ関連してこちらにしました。今日のテーマは〇〇賞、〇〇賞ということで、皆さん過去に何か賞を取ったことありますか？まあ学校の賞とかでもいいですよ。小学校から遡ってもいい、幼稚園からでもいい、保育園でもいいですし、まああと職場とかね、アルバイトとかでこうなんか取ったとかっていう話とか、あとこう大会とかがあってそこで取りましたなんていう話でもいいし、ちょっと変わった賞があるよみたいなのでもいいです。今日はちょうどタイムリーでね、アカデミー賞のなんか最優秀とかじゃないですか、最低なんか主演女優賞とか、この最低を決めるなんか賞みたいなのがあるみたいなのを見て、ちょっと名前までがごめんなさい、ちょっとわかんないんですけれども、そんな賞もあるんだとか思いながら見ていて、でなんかジャスティン・ビーバーが初主演でその最低、そのなんだ俳優賞みたいなのを取ったみたいなのをテレビで見て、そんなのあるのみたいな、取ったら嬉しくないなと思いきや、なんかそれ取ったら話題になるとかっていうのもあるみたいですよ。ね、面白いですね。まあそんな感じでこんな賞ありますよ、みたいな話とかでも結構ですね、皆さんの賞自慢、またはこんな賞あるよ、あと、〇〇賞をあの人にあげたいみたいな、なんとか賞みたいな自分で作っちゃってなんか話してもいいですしね。〇〇賞でメッセージお待ちしております。メールアドレス 797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声ネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからもね、簡単に見ることできますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も始まりました、スマホの場合はアプリ FM デイで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがございます。完全全編同時放送お楽しみいただけます。こちらも要チェックでございます。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。さあ今日のメールテーマ〇〇賞でお願いします。聞こえてきたのは去年のグラミー賞、最優秀レコード賞ですね。マーク・ロンソンフューチャリングブルーノ・マーズ、アップタウン・ファンク。詳しくはメールでっていう、告知は何でしょう、気になるんですけど、そうですね、〇〇賞私にくださるんでしたらぜひお願いします。池野虎さん、おはようございます。
ピンクのでっかい衝撃性忘れてない、そういう衣装じゃないこの後ちょっと仕事があって今日スーツで来てます。滑り大賞リリーちゃん、笑顔大賞のターマちゃん、滑り大賞そんな感じで皆さんメールお願いします。さあ、お届けしている曲はマーク・ロンソン、フューチャリング・ブルーノ・マーズ・アップタウン・ファンクです。ここでリスナープレゼントのお知らせ。ウエスト・マリンさんよりリスナープレゼントのお知らせです。那覇港からのクルーズ船でおなじみのウエスト・マリンさんよりクルーズチケットのプレゼントをいただいております。オルカ号ペア一組様、そしてディナークルーズ船モビーディック号ペア一組様、どちらもご利用期限は5月末までとなっております。ご希望の方はオルカ号、モビーディック号、どちらをご希望されているかを、書いて番組への感想、そして連絡先をお書き添えの上ご応募ください。メールアドレス 797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です。なお今回 FM ギノアまで直接取りに来られる方のみとさせていただきます。締め切りは今週末まで、当選者の発表は来週番組内で発表しますので、どしどしご応募ください。この後はお天気、道路、交通情報。さあ、時刻は7時44分回りました。79.7MHz、FM ギナンよりお天気、道路、交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄本島中南部のお天気をお伝えしましょう。さあ、沖縄本島中南部、本日お天気は晴れ、夕方から曇りとなっております。日中の最高気温は22度です。降水確率午前6時から午後18時6時までが 10%、 そして18時から終日 30% となっております。東の風のち南西の風、波 1.5m のち 2m となっております。沖縄本島地方では8日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。なお9日未明から北の風が強く波が高まり、次第にしけてくる見込みです。空気が乾燥しているということですけれども、今朝起きたら私も喉がすごくイガイガしていて、ね、ちょっと白湯飲んでみたりとか、あと龍角散舐めてみたりとかして、ちょっと調子を整えてるんですけれども、本当に乾燥してます。皆さん、こう喉もね乾燥させたりして、あと風邪とかもひかないように気をつけてください。以上、天気をお伝えいたしました。続きまして、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からお伝えしましょう。
さあ、7時台。まず、沖縄自動車道上り、そして下りともにですね、京田インターチェンジ、宜野座インターチェンジ間、工事のため対面通行となっております。そして、同じく沖縄自動車道上り下りともに、金インターチェンジ付近ですね。こちらも工事のため対面通行となっております。はい、沖縄自動車道は以上です。続いて一般道をお伝えいたしましょう。さあ、まず国道58号線は今のところスムーズに運行しているようです。そして県道34号線が今前原から王者名に向けて、渋滞が発生しているということです。そして国道330号線、こちらも古島に向けての南向きですね。こちらも渋滞が発生しています。またこの後8時台も、お天気道路交通情報をお伝えいたします。さあ、 FM 宜野湾から見えるお天気ですけれども、雲が多いな。でも、雨はね、午前中お昼は 10% ということでね、そんなに降らないということで、過ごしやすいんじゃないですかね。で、朝はちょっと肌寒いですけれどもね、皆さん、暖かくしてくださいね。以上、お天気道路交通情報をお伝えいたしました。では早速メールも届いていますので、メールも紹介していきたいと思います。さあ、それではメール紹介していきましょう。今日のメールテーマはこちら。〇〇賞。〇〇賞です。トップバッターこの方。ラジオネーム、失礼いたしました。うまごんさんいただきました。ありがとうございます。ゆりえっせるおはようございます。うまごんです。この一週間どんなだったね。節分もあったさね。ゆりえはたまちゃんと豆まきとか恵方巻きとかいただいたの？うちは僕のだけ。綺麗に包丁で切り揃えられていたよ。食べやすかった。さて、〇〇賞。出張先でランチ食べるってから、お店の看板に天ぷら屋と書いてあるから、このお店で天ぷら定食でもいただこうと、店に入って天ぷら定食を頼んだら、時間がかかるって断られたよ。看板嘘で賞をあげたい。では皆さん、素敵な水曜日を。この天ぷら屋さんはどこですか？沖縄？で、それとも、うまごんさん住んでるところかな。天ぷら屋さんなのに時間かかるからダメって。どんなよって感じだね。でもさ、お寿司屋さんなのにラーメン屋さん、ラーメンが美味しいとか、なんかラーメン屋さんなのにフレンチのお食事が出るとかっていうお店とかはあったりしますよね。なんかこう、このお店の何々屋さんって看板掲げてるのに実はみたいな、これの方が出てるみたいなのってあったりするけど、もしかしたらそんなお店だったりとかしたのかなーなんてね。節分とかあとね、豆まきとか、節分ね、豆まきとか恵方巻きとかね、食べましたか、やりましたかってことなんですけど、その時めちゃくちゃちょっとね、お仕事の納期がさ、詰まっててさ、できなかった。本当はゆっくり恵方巻きとか作りたかったんだけどね。でも節分ってね、節分をまた大事にしてる人とかもね、いらっしゃるかもしれませんので、ね、本当はね、こう、ゆっくり過ごしたかったなっていうのが感想です。うまごんさんはゆっくり過ごせたと思いますけれども。ね、こんな感じで、よろしいですか？という感じで、メールまだまだお待ちしております。今日のメールテーマ、〇〇賞です。メールアドレス、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、グラミー賞つながれ、こちらもノミネートされていますね。リアナ、フューチャリング、ドレイク。ウォーク。
かっちゃんさんメールが届いてないですよ。しかも今日メールが難しかったかな、テーマ全然聞かなくて。欲しいなーメール。かっちゃんさん今送ったらめっちゃゆっくりメール読めますよ。あ、鶴さんもおはようございます。ゆず茶飲みたい。私あのゆずのアイマスクはしてますよ。朝起きたらほのかに目からゆずの香りがするっていう。お送りした曲はリアンナフューチャリングドレイクでウォークでした。この後は CM を挟んでニュースのコーナーです。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面です。少人数学級小5に拡大、県教育庁来年度から職員増員へ。県教育庁が2017年度から少人数学級を小学5年生に拡大することが7日分かりました。1学級35人程度を想定しています。これに伴い小中学校などの職員を234人増やす方針です。
少人数学級はよりきめ細かい指導を実現するため、2008年度に小1でスタート。順次拡大しており、現在は小1と小2で30人学級、小3と小4、中1で35人学級を実施しています。同庁は今後、教室の確保などについて市町村教育委員会と調整します。続いて琉球新報総合面です。正義の味方育てます。マブヤ・ミライガーアジアに企画輸出。龍神マブヤを企画する南西産業は7日、東北地方のご当地ヒーロー、東北合心ミライガーを運営する正義の味方などとの、共同出資で、東南アジア諸国連合でヒーローキャラクターをプロデュースするカレッジフォースを豊見城市内に設立しました。龍神マブヤなどのビジネスモデルを参考に、今後10年でアジア10カ国にご当地ヒーローを誕生させます。カレッジ社の畑中会長と吉田社長らが県庁で設立を発表しました。正義の味方の海外事業、ワールドミライガープロジェクトが去年11月からタイでミライガー T1 をテレビ放送しており、これを継続する形で各国に事業を展開していきます。続いて沖縄タイムス社会面です。沖縄校 A チーム優勝、ものづくり夏に全国へ。第12回若者ものづくり競技大会、第10回県高校生大会が7日、那覇市の沖縄工業校であり、同校 A チームの青柳さんと宮原さんが優勝しました。2人は8月に愛知県で開催される全国大会に出場します。生徒らはあらかじめ仕込まれた故障箇所の修理作業を行うトラブルシューティング、機器の分解・組み立て作業を行うメンテナンス、機械を動かすためのプログラミングを行うネットワーク運転という3つの課題を制限時間内にいかに早く正確にこなせるかを競いました。最後に琉球新報経済面です。国立公園訪問客545万人。環境省は7日、全国に33カ所ある国立公園を2016年に訪れた外国人旅行者は推定で前年比 11% 増の545万7千人だったと発表しました。富士、箱根、伊豆が257万7千人で、前年に引き続き最も多かったということです。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。改めましておはようございます。モーニング8、水曜日担当の黒島ゆりえです。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けいたします。時刻は8時ジャストです。
この番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しております。今日のメールテーマは〇〇賞です。グラミー賞も控えていますのでね、今そんな話とかもありながらこのテーマにしてみました。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。この後のモーニングエイトではお天気、道路、交通情報をお伝えいたします。そして私のコーナー、メンソレ黒島タイムスでは、そうグラミー賞の話をねちらっとしながら、まあその候補曲なんかもかけていきたいなと思います。さあ皆さんからのメールもね、紹介たくさんしたいので、メールもどしどしお寄せください。で、突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナー、本当に突撃で電話するんだけど取ってくれるかなっていう、皆さんもびっくりな、ある意味びっくりな方にかけてみようかなと思います。という感じで続いてまいりますので、8時台もどうぞ最後までお楽しみください。では8時台オープニングのまた1曲流していきたいと思います。さあどれにしようかなと思って決めたのが、昨日配信されたばかり、もう私も昨日ね聞いてめっちゃみぞ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 しました。さあ、ではお届けしていきましょう。そう、一人でやってるので、あやこさんもおはようございます。メール届いてたので、後でゆっくり紹介します。あちゃさんまだ？あ、届いてる。ありがとうございます。
さあ、お届けしている曲はドーナツホール大人の掟、椎名林檎さん書き下ろしして、火曜10時のカルテットの主題歌なんですけれども、演者の満島ひかりさんと松たか子さんと高橋一生さん、そして松田龍平さんが歌ってる、なんて鮮やかなんだってね。この後は8時のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。さあ、時刻は8時6分回りました。79.7MHz。FM 技能より8時台のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄本島中南部のお天気からお伝えします。さあ、沖縄本島中南部本日お天気は晴れ、夕方から曇りとなっております。日中の最高気温は22度です。降水確率、午前6時から午後18時6時までが 10%、 そして18時6時から終日 30% となっております。東の風のち南西の風、波 1.5 メートルのち2メートルとなっております。さあ、沖縄本島地方では8日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。なお、9日未明から北の風が強く、波が高まり、次第にしけてくる見込みです。以上、お天気をお伝えいたしました。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。まずは、沖縄自動車道から。さあ、沖縄自動車道は7時台お伝えしたのと変わらずですね。まず、沖縄自動車道、上り下りともに、キョダインターチェンジからギノザインターチェンジ間、こちら工事のため対面通行となっております。そして、沖縄自動車道、上り下りともに、金インターチェンジ付近、こちらも工事のため対面通行となっております。沖縄自動車道は以上です。続いて一般道をお伝えしましょう。さあ、7時台は混んでなかったのですが、8時台もう混み始めてますね。国道58号線、こちら牧港からアジャに向けての南向き、一部渋滞発生しております。そして県道34号線は、7時台と変わらずまた、渋滞続いているようです。前原から大茶谷に向けて渋滞発生しております。そして国道330号線も7時台よりだいぶまた混んでおりますね。古島に向けての南向き、長い渋滞が発生しております。抜け道なんかも使ってね、ドライブと言いますかね、通勤お気をつけくださいませ。さあ、お天気ですけれども、まあ FM 機能から雲が少し多いかなという感じがしますね。で、空気が乾燥しているということなんですけど、本当私もね、喉がちょっとイガイガしていてね、皆さん喉とか大丈夫ですか？風邪ひいてないですか？なんかね、AKB ファンさん、リスナーさんね、ちょっとなんかインフルエンザがどうたらこうたらっていう話をちらっとお聞きしましたが、大丈夫ですか？ね、この時期になったらまたインフルエンザとかもね、胃腸炎とかもかね、流行ってきたりすると思うので、皆さん気をつけてください。以上、お天気、道路、交通情報をお伝えいたしました。じゃあ皆さん、またメッセージ読んでいきたいと思います。さあ、メール紹介していきましょう。今日のメールテーマは〇〇賞、〇〇賞です。皆さんが過去に取った栄光の話でもいいですよ。あとはどんな賞があるよみたいな変わった賞の話でもいいですし、何でもいいです。賞で送ってきてください。さあ、2人目、この方です。ラジオネームエコザイルさん、いただきました。ありがとうございます。ゆれっちたま、おはよう。エコザイルですよ。今日は〇〇賞だね。
自分はね、工業高校は電気科だったけど、高校卒業するときに高校3年間を通して5教科と専門科目が良かった生徒にもらえるらしい成績優良賞をもらったさ。自分を含めて3人しかいなかったみたいよ。あとゆりえっちには滑りの女神賞を贈りたいな。たまぞてよろしく。じゃあ後からやっと。ありがとうございます。すごいですね、成績優良賞。高校3年間を通して5教科と専門科目が良かったと。じゃあ頭チブルがいいんですね。そっか、すごい。私はね、そのオールなんとかっていうのを取ったことがないので羨ましいです。テストとかもね、なんかもう100点、これ絶対100点とかって思ったらボンミスして90何点とかなんですよ。絶対に100点取ったことが1回もない絶対90何点とかなの。だからいつもあんたはおちょこちょいだからちゃんと確認見直しはしなさいよって言われるんだけど、いつも反省しないで見直しせずに、てか見直ししてるつもりなんだけど、パーってもう目でパーって見ただけで OK って言ってだからね、そう取れないんだよね、なかなかねって。であと波がある。本当に調子いい時は調子いい時は、悪い時超悪くて内心とかもね、なんか後からこう稼いで頑張って高校もギリギリでスライディングみたいな感じで入ったんでもうそういう成績優良賞とか取れる人が本当にね、すごいし尊敬しますね。滑りの女神賞いただきました、ありがとうございます。またね、今日ツイキャスとかでも、なんかこう滑り大賞みたいなとこもらったんですけど、そんなに私滑ってますかでもね、滑ってるなーって言ってみんなが面白いんだったらそれでいいんだよ。うん、私はそういう役目ですよね。エゴザイルさん、ありがとうございました。メールまだまだお待ちしてます。まだまだゆっくり今日読めそうですよ。皆さん送ってきてください。今日のメールテーマ〇〇賞でお待ちしております。メールアドレス797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、ワンオクロックのニューアルバム、アンビションズから、この曲をお送りしましょう。ワンオクロック、フューチャリング、アブリル・ラビーン、リッスン。
さあ続いてはこのコーナー、今日は何の日。まずは沖縄手帳から紹介していきます。よいしょ。さあ沖縄手帳、本日2月8日水曜日は旧暦の1月12日となっております。満潮この後は17時9分、5時9分、そして干潮この後11時21分、そして23時56分、11時56分となっております。さあ、沖縄にまつわる今日は何の日はこちら。氷大橋1960メートル開通、2005年の本日、同様ですよ。氷大橋今日渡る方いらっしゃいましたらね、ああ、2005年の今日に、この橋はできたんだなんてこう思いながらね、通ってみるのもいいかもしれません。他、最高裁判決、門中に当事者能力認める、1980年の本日。他、まだ記憶に新しいですね、 QAB ドキュメント番組、標的の村シネマ旬報文化映画賞を受賞したのが2014年の本日でございますね。すごいニュースになってましたよね、その時ね。こんな感じで沖縄手帳の今日は何の日紹介しました。さあ他何の日でしょう、探してみましょうね。今日はあのね、郵便マークの日、お米の日だそうです。郵便マークの日って何と思ったら、なんかね、最初ね、バンコク共通の郵便料金不足の T、アルファベットの T が郵便マークだったらしいんだよ。だけど、これが、ちょっと紛らわしい、これでいくと、ちょっと紛らわしいということが判明し、6日後の14日にカタカナの手に改めて、それを図案化した、郵便マーク時、T の上にさ、線が引っ張ってある、あれに変更されたのが、1887年の本日らしいです。郵便マークの日。他、お米の日は毎月この日だそうですよ。8日なのかな？ね。他は、あとアメリカでボーイスカウト運動が始まるだったりとか。あとは、開拓使を廃止。北海道に函館、札幌、とかをその3県置いたのも1882年の本日だそうです。さあ誕生日、今日はですね、ジェームズ・ディーンさん、俳優の方、そして三遊亭楽太郎さん、落語家の方ですね。で、あと山本寛斎さん、服飾デザイナーの方などが誕生日ということです。パーッと見るとなんかこうアートなものだったりとかに精通している方が多いように感じます。この日の誕生日の方はきっとそういう才能に恵まれる星だったんですかね。さあ誕生花は雪の下、花言葉は切実な愛情ということです。誕生日の方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたらおめでとうございます。以上、今日は何の日のコーナーでした。ではまた皆さんからのメールも紹介していきます。さあメール紹介していきましょう。今日のメールテーマは〇〇賞。あなたが取った賞の話を教えて。こんな賞あるよっていうのを教えて。ちょっと変わった賞教えて。あと誰々さんに何か賞を与えて。私は今日2人のリスナーさんから、滑り大賞、滑り女神賞なんていうものをいただきました。続いてはこの方、ラジオネームチャラカッチャンさんいただきました。ありがとうございます。毎度毎度タマユリエッピー、緑茶麦茶ウーロン茶、俺カッチャンだよ。リスナーの皆さんおはちす。毎朝晩成させてもらってるぜ。シャーテーマ行くな。テーマ丸々賞。俺はですね、小学校2年の時に赤手紙という本で、
先生が読んで、そのシーンを思い浮かべて絵を描くんですわ。俺は親の赤手ガニと赤ちゃん赤手ガニが鳥につつかれているところを描いたら見事最優秀賞をいただきました。その時は賞状をもらえるし、会場行くので授業をサボれたのでよかったさ。以上だ。ゆりえには俺から美人賞を送るぜ。ゆりえ、俺には去年から欲しかったツイキャス切れるでしょうと、ゆりえにキスくれようと。美人賞ありがとうございます。さあ、整いましたと。ノーベル賞とかけまして、はい。風の強い墓参りと解きます。さあ、その心は。どちらも選考が大変でしょう。ということです。さあ、これはターマさんに聞きましょうか。ノーベル賞とかけまして、風の強い日の墓参りと解きます。その心はどちらも選考が大変でしょう。今回の謎かけ何点ですか ?71 点。おぉ結構高めだね。そうですかね。うん、高めですね。はい、71点で。71点です、うん、おめでとうございます。なんかさ、もう軽くさ、コーナーみたいになってるんだよね。もう毎度みたいな、お決まりのみたいなね。毎朝ね、朝から考えて。ねえ、ほんとすごい。多分糖分使ってるんじゃないでしょうかね。じゃあちょっとね、ご飯もまた食べたりなんかしてね。美味しいアイス食べたし。ありがとうございます、はい。という感じで、あと、賞の話してましたけれどもね、絵の最優秀賞すごいですね。私も、絵の賞は最優秀までは取れないけど、優良と優秀と佳作と入賞全部取ったことある。すごくない？ある意味あの最優秀賞置いた他の賞だけは全部制覇してるっていう。私もこの乾燥画は得意で、毎年この小学校の時は毎年取ってました。でも絵の才能があるかって言ったら全然ない。なんでしょうね、なんか大人になるとさ、絵が描けなくなるとかってありません？私だけですかね。その時のなんか絵心みたいなの欲しいな、戻ってきてほしいななんて思いますけれどもね。え、あとはね、私がもらった賞の話をもう一つすると、小学校の時にね、なんか那覇の小学校だったんです。で、毎年こう那覇市民憲章って言って、そのこの那覇市にこの関する、標語、五七五の俳句かなを書くんですよ。標語だね。書くんですよね。それを私、小学校じゃない、中学校だ。それを書くんですけど、標語で。もう国語の時間にそれ書くんですね。で、もう授業の最後の最後ぐらいで、この紙をみんなに配って書くんですけど、めんどくさくて。でもう、って言って、パッて思いついたのを、パって書いて、もう多分も、紙もらって、もう1分ぐらいで書いたはず。もう思いついたワード1分で、パって書いて、できましたって言って渡して、ゆり、早いね、そんな適当でいいのみたいなこと言われて、みたいな、意外といけてるよなんて言いながら、パッて渡して、終わった人からもなんか、休み時間みたいな感じ、やったー、休み時間って、やったの。もうそんなのすっかり忘れてた。後のことですよ。何ヶ月後ぐらいに、国語の先生がびっくりして、私に呼びつけて、ゆりえみたいな。那覇市民憲章覚えてるみたいな。はい、って。その那覇市民憲章の表があんたが最優秀賞選ばれたのって。すごくない？そう、私、今でも覚えてるんですよ。ちょっと、言っていい？中学校2年生ぐらいの時だったと思います。じゃあ、エフェクトかけて。親切でつなぐ那覇市の心の輪、ゆりえ。どうですか？これをパパって書いて、そう、優秀賞取って、で、そう、その時ね、その会場行くから、この表彰で会場行くから学校サボれる、その AKB ファンさんが書いてて、それで思い出したんですよね。そう、私もそれで、くも字の、流亡のところ、パレットくも字のところで表彰されました。3人選ばれて、うちの1人で。すごいんじゃん。これは、いまだに言ってる私、情けないね。まあ、みたいな感じでですよ。何かしらあるでしょ、皆さん。なんか賞もらった。なんでもいいんですよ。大きいものからちっちゃいものまで。ねえ。あと、こんな賞あったらよくない？みたいな話でもいいですよ。メール送ってきてください。
さあ、AKB ワンさんもありがとうございます。メールアドレス、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com まで、どしどし送りつけちゃってください。ね。今日だったらさ、割とゆっくり、なんかメール読めそうなので、まあ、要するにちょっと少ないなって、難しかったのかな。ね、少ないので、みんな送って、ね、じっくり読みますよ。よろしくお願いします。という感じで、AKB ファンさんからね、リクエストも届いてましたので、そのリクエスト曲をおかけしたいと思います。いいですね、ショーにちなんだ選曲していただきました。お送りしましょう。スチャダラパー、ノーベルやんちゃでしょう。おはようございます、ね、メールがめっちゃ少ないの送ってくれん丸々ショーじゃなくてもいいよフリーでもいいから送ってもらっていいですかメールを懇願するっていうお願いしますThank you.
4分近く長いのにヤンチャーとかってしか言ってないっていうね。お送りした曲はスチャダラッパーノーベルヤンチャでしょうでした。この後は CM を挟んで突撃あなたの朝ごはん教えて。メール送ってくださいお願いしますよ。あ、ツイキャス切れそうって。そろそろ待機よろしくね。突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは FM 議団のスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけまして、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画でございます。さあこれさ、ある意味本当に運試しでもあるし度胸試しでもあるしかけてみようねさあ撮ってくれるかな。え、誰って。撮ったら教える、撮らんかったらまあわからん、考えよう。じゃあいきます。 Let's calling。 あれ、はい、もしもしお母さん、うん寝起きどうした。ただいま FM 劇団のスタジオから突撃あなたの朝ごはん教えてというコーナーで電話かけてみました。朝ごはんをさっきあげたよ。あげた、そうね、うん、あの今生放送で、あのテレビとアリスにあげてからアリスが恋かして寝てるんだよ、はいいや、うん、分かった。あの今あの放送が流れております。お母さん自己紹介して。お母さん今こんな風の声で自己紹介自己紹介してください。すみません、すみません、福島ゆりえの母です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさすがお母さん適応力がすごいねって、あのディレクターから褒められてるよ。何の適応力。あの適応力。ああごめん。ごめん。自分も構えてないから、頭がおかしい。いや、びっくりしたもん、言えねえよ。いや、そういうコーナーなんですよ。本当に。はい、そういうコーナーなんです。朝ごはん何をあげて行かせたの、学校に。人参しりしりでしょ。人参しりしり、はい。昨日の、
風邪ひいてるから、あれ、あのレバーのチムシンジのおつゆ。はレバーのおつゆ、チムシンジ、うん、そうそう。あ、いいな、レバーのおつゆ、もう久しぶりに食べたいな。うん、まあ、それあげただけだけど。あ、人参しりしりとおつゆ。風に対応して。ああ、風予防で、レバーのお味噌汁を。うん、まあ、こんだけですけど、朝。あ、いや、素晴らしいと思います。あ、これもあげてないってじゃなくてよかったよ。よかったね。うん、めっちゃウケる。お母さん、どうですか？え、まあ、ラジオに出る気分はどうですか？うん、朝の一発からゆりえって文字だったから、喜んで撮ったんだけどさ、携帯。うん、今嬉しくないの？いや、緊張してる。緊張してる。そっかそっか。じゃあ、あの、今寝起きでびっくりして、また寝れるかな？いや、ちょっと寝れんでしょ、これ。え、じゃあ、あの、目覚めのいい朝だったということで、じゃあちょっと動いてさ。うん、はい、わかりました。はい、一日過ごしてください。ゆりえも元気な声でよかった。ああ、よかった。近いうち会おうね。うん、近いうち会おうね。オッケー。はい、ありがとう。ということで、撮ったよ。私の母、かよこにおかけしてみました。すごいね。めちゃくちゃコメントが来てるよ。かわいいお母さんとか。お母さんの寝起き声びっくり。まあ、風邪気味だったっていうのも言ってたので、ゆず茶でも飲みなーなんて話だったり。お母さんかわいい。なんか、お母さんかわいいかわいいって言われてる。なんか、ちょっとやきもち。私は私はねえ、あ、うちの母かよ子、ちょっとあの、私のその滑り芸っていうんですか、まあ、あの、これは天然物って考えたら、お母さんかなりの天然で、だから多分その天然な要素をちょっと別の感じで引き継いじゃったかなって思います。改めて思いました。でもね、適応能力すごいって、あの、D のターマーが言ってましたけど、確かに適応能力すごいなと思った。ちょっと緊張してるなんて言ってるけど、ちょっと可愛い風刺というかね、可愛くぶってんじゃないかって思った娘でございます。という感じで、今日は、うちの母、かよこでした。という感じで、皆さん、また来週の突撃あなたの朝ごはん教えても、お楽しみください。といっても、明日もあるか。明日、明後日もありますけれども、水曜日のね、また、このコーナーもお楽しみくださいませ。ということで、どうしようかな。また一曲おかけしましょうか。さあ、どうしましょう。あ、では、この曲おかけしたいと思います。クレバーが新しいニューアルバムを出しましたね。嘘と煩悩から、居場所。私の朝ごはん教えてば私の親族名です、ね、確かにやっぱね、あの、困った時には家族でしょー
さあ、続いては、ちゃんとやるの久しぶりじゃない？このコーナーです。毎週というかね、日替わりでコーナーが変わるこの時間なんですけれども、なんか今、紙が降臨した。ごめんね、通信してました。すいません。ということで、続いては、毎週水曜日はメンソレ黒島タイムスということで、私の気になっている、お話などを、まあ、お届けしているわけなんですけれども、ちょっとごめんね。ちょっと通信しちゃってる、また。大丈夫ですね。ありがとうございます。ということで、今日はですね、〇〇賞という、まあ、メールテーマでお送りしてるわけなんですけれども、というのも、ということで、ね、2月の何日ですか ?12 かな現地時間で12か。で、グラミー賞の授賞式が行われますよね。ということで、第59回グラミー賞授賞式の、このノミネートされているところについてお話ししたいなと思います。主要4部門、まあ、最優秀レコード賞、そしてアルバム賞、楽曲賞、新人賞って4部門ね、主要あって、他にもね、この映画とかで使われている曲は何々とかっていうのも含めたもう10何とか、もっとなのかな、あるわけなんだけれども、まあ、主にね、この4つが主要部門と言われてますけれども、さあ、洋楽好きの方はね、もしかしたら予想している方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあそんな私も、まあちょっと眺め、候補の、リストマット見ながら、うん、誰かな、なんて思って、ちょっと振り返りましょう。まず最優秀レコード賞。これは、まあその時、この最も優れた、シングルレコードの演者さんとかグループに贈られる賞ですね。これに、アデルとか、ビヨンセとか、あと、ルーカス・グラハム、セブン・イヤーズってあったよね。7歳の僕が、みたいな、歌詞続くやつだったりとか、ノミネートされてますけれども、まあ、このビヨンセとアデル、まあね、二人の、ね、一騎打ちじゃないか、みたいな話になってますよね。っていうのも、アデルとビヨンセに関しては、最優秀アルバム賞も、どっちもノミネートされてますし、あと楽曲賞もね、二人作ってるので、その楽曲賞、をノミネートされてると。だから3部門で2人ともノミネートされてるんですよね。まあだから、かっさらっていくのか、1人が。まあそれとも、こう、各部門で、こう、それぞれ取っていくのかっていうところで、まあ注目集まってますけれどもね。あと、ちょっと話それるけど、ビヨンセ、もしかしたら、ね、パフォーマンスするっていう噂が。なんかお父さんがポロって言っちゃったらしいね。今ビヨンセはそのパフォーマンスの準備でちょっと忙しくしてるよみたいなこともなんかポロって言っちゃったらしい。双子ちゃんね、お腹妊娠してるのにパフォーマンス大丈夫なのかなっていうとこなんだけどね。まあ多分すごい歴史に刻まれるでしょうね。双子の赤ちゃんがお腹にいながらグラミー賞パフォーマンスしたみたいなのはずっとね、言われるかもしれないですよね。そこも注目なんですけれども。まあ、そんなビヨンセとアデルが、どうなるのかっていうところも気になります。まあ、アルバム賞に、他ドレイクだったり、ワンダンスとかが入ってるアルバムね、だったりとか、あとジャスティン・ビーバーもね、ソーリーとか入ってるアルバムめちゃくちゃ売れましたね。その、ジャスティン・ビーバーもアルバム入ってますけど、もしかしたら、アルバム賞とか、アルバム賞どんなかな？いや、レコードとアルバムは私、アデル、ビヨンセどっちかが取るじゃないかなって読んでいるんですけどね。どうだろう。じゃあ楽曲賞もね、もしかしたらどうでしょうかね。さあ、ちょっと待って、うる覚えなんだ。そうそう、アルバム賞にアデル、の25でビヨンセのレモネードでジャスティン・ピーパーのパーパス、あとドレイクのビヨーズ、そしてスタージル・シンプソン、およそガイド・トゥ・アースが選ばれているということで、でもジャスティン・ビーバーもね、いい感じですよね。あ、でも楽曲賞で取るんじゃないかな。私の予想言いますよ。レコード賞はアデル。で、アルバム賞がビヨンセ。で、楽曲賜賞が、ジャスティン・ビーバー。あ、でもな、ルーカスも。
ジャスティン・ビーバーでしょ。ジャスティン・ビーバー。新人賞ね、お話ししなかった。新人賞が、やっぱあれじゃない？あの、サウンドクラウドで配信して、それがめちゃくちゃ再生されたって、あの、チャンス・ザ・ラッパー。めっちゃ注目されてますよね。さ、チャンス・ザ・ラッパーが撮るか、または、チェインスモーカーも去年めちゃくちゃ来たんだよな。だから、チャンス・ザ・ラッパーか、チェインスモーカーのどっちかだと私思ってて。まあ、ちなみに、他は、ケルシー・パレディーニさん。あとは、マレン・モリさん。うん。あと、アンダーソン・バーグさんもね、新人賞にノミネートされてますけれども、私はチャンス・ザ・ラッパーか、チェインスモーカーだと思う。個人的には、やっぱりすごい音楽業界ざわついたの、チャンス・ザ・ラッパー。まあ、ラッパーだけどね。で、なんか、ほら、なかなか取れないって言うじゃないですか、あの、アカデミー賞を取るのは、ラッパー難しいなって言われますけれども、取るんじゃないかな、取ってほしいな、と思ってます。という感じで、皆さんはいかがでしょうか？レコード賞、アルバム賞、楽曲賞、新人賞、それぞれちょっとね、ノミネート作品なんか検索したりとかチェックしてみて、ね、それをちょっと答え合わせを楽しみにね、するのもね、いいかもしれませんね。2月13日、月曜日日本時間ではね、発表されるということなので、楽しみにしましょう。ということで、今日はね、グラミー賞のお話をお届けしました。ということで、あっという間にね、あと5分とかってなりますね。さあ、ピコ太郎はグラミー賞取れないの？っていうコメントとかも来てますね。どうなんだろう？グラミー賞取れない、まあ、ノミネートされてないからね。まあでも、あの、話題にはなったよね。YouTube ね、すごかったね、再生回数ね。一番だったでしょ？去年。ね。確かに。そういう感じで、メールもね、いくつかあるので、紹介しながら、ゆっくりエンディングへと向かって参りましょう。さあさあさあ、ラジオネーム、あららがまさいがさんいただきました。ありがとうございます。ゆりえさん、たまおはよう。あららがまさいがです。今日のテーマ、〇〇賞ですが、俺は中学の時どうしても漫画を買いたくて、図書館の本を借り、まず読まずに返す行為を1年間しました。そりゃダメだろそしたら見事に年間200冊読んで、全校生徒の前で表彰され、副賞に図書カード1万円分もらいました。今考えたら普通にお小遣いもらって漫画買えばよかった。以上、あららがま災害でした。ダイス、済み。ということで。ダメでしょ、読まないで。でもね、私はこれを見て、もうすぐ思ったよ。私は、あららがま災害さんに、悪知恵働くでしょうをお送りしたいと思います。でもすごいね、その賢さあったら生きていけるよね。まあ、だからこうやってね、今も多分、のらりくらると生きてるんじゃないですか。ねえ、あららがま災害さん、ありがとうございます。さあ、もう一つ。おはようございます。黒島ゆれちゃんことリーリーちゃん、横でサポートの FM 銀の神田ちゃんということで、これ銀のトロンボーさんですかね、いただきました。ありがとうございます。今日のテーマ、〇〇大賞、ゆりえさんに滑り捨てる大賞、以上。はーい。ほんとよく滑るね。ほんとね、空回り大賞っていうのもさ、あってもよくね。私めっちゃ空回りするじゃんね。今日もね、張り切れば張り切るほどこう機材が、もはや機材まで滑るってね。今日機材の調子もなんか悪かったりなんかしてね、困った困った。他、丸々大賞、私のお母さんへ素敵で可愛いでしょうなんかもね、いただきました。ありがとうございます。あとで母に報告したいと思いますという感じで、どうしようかな。まあ、ちょっとバックにも、せっかくだから、あの、グラミー賞の私が有力と思っている、アデル、ちょっと流しながらお別れしましょうか。少ししかかけられないけどね。ちょっとかけてみましょうか。さあ。あれ？調子悪いね。あ、流れました。ハロー。じゃあちょっと一番ぐらいまで聞いて、エンディングの話でもしましょうか。
さあ、お送りしている曲は、アデル、ハロー。今日最後にゆりえちゃんに頑張ってる賞を、頑張ってるでしょを送りますというのは銀のトロンボーンさん。結果は皆さんご存知の通りですがって。どういうこと？私を置いてどういうこと？気になりますけれども。今日〇〇賞で、たくさんメールいただきました。本当にありがとうございます。まあ、賞ってね、こう、いただけるのは嬉しいけど、通過点にしかね、過ぎないっていうなんかね、名言みたいなのとかもあったりしますけど、ね。こう何でもでも一番を取ろうとかさ、こう頑張ろうってするもののモチベーションの一つとして、こう賞があるっていうのはすごくいいですよね。ということで、モーニング8お届けしたのは黒島ゆりでした。素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。さあ、皆さんメールありがとうございました。また来週も聞いてください。じゃあツイキャスも終わりませんかな、うん、ありがとう。風邪ひかないでね。バイバイ。OK。嫉妬症だね。ああ、ちょうどいいとこで。何嫉妬症や。何の嫉妬症。これはどうしたっけ。ストップ。ストップをしてきた。で、抜く。うん。レディ？うん。